疲れ様です。今日はですね、こちらのキョスケスパーキーバレルデッキ、はい、やっていきたいと思います。ということで、まあちょいちょいなんか使われてるなんかすごいデッキですね。はい、当たり前にまあミラーとかも入ってるんですけども、まあエリジャイがね強かった時はこのゴブリンバレルだったかな、ゴブリンバレルの枠がエリジャイでね、はい、まあ使われたり、まあなんか日本の誰だったっけな、ジャンヌ・ダルクさんっていう、まあなんかこのキョスケスパーキーのもうプロみたいな、このキョスケスパーキーを一生使ってるめっちゃすごい人がいて、まあその方とかはねマルチで上がったりとかはしてるから、最近はねあんまりわかんない、このデッキ自体がそこまで流行ってるわけではないんですけど、ちょっと久々に見かけたので、そう今日ねこのキョスケコカツでやっていこうかな。よいしょ。でまあ何が強えってね、まあ全部強いんだよ。そうミラーによってね、本当になんだ、キョスケミラーも強いし、スパーキーミラーも強いし、まあ、緊急時をね、防衛頑張りたい時のスケブミラーとか、まあ、何でも強いんだけど、あとゴブリンバレルミラーも強いね。そう、ミラーバレルは、タルババをね、はい、残るので、タルだと防衛されないので、まあ、それですら強い。はい。あれ、待ってよ。ちょっと待ってよ。これロケッティーナ船長。やめて。いや、これもう絶対ロケ来るんですよ。ミラーバレルだからまっちゃんロケットが入ってない。ロケットが入ってない。さあ、ロケが入ってないなら、スパーキー出し放題みたいなのがあるんですけど。まあいいか。一旦組んで。さあ、キョスケスパーキーだったり、ああ、いいですね、これ。で、これ何がついてる？このトルネ。このトルネで、無理やり、相手のね、盾と、防衛をね、こんな感じで、処理することができる。お？キョスケがしかも？はい、キョスケ強い。これだけで強い。はい、キョスケダメージ入って。で、防衛はね。いや、何年前なん？うまっ。あ、でも完封できる。さあ、この時ね、ウッドとか、ロリババとかが入ってないんですけども、まあ、そこのカバーできるのがスケルトン部隊ですね。はい、スケブって基本的には相手のゴブリンバレルを完封することができますんで、まあ、あとね、このスケブとか、スケキンのスケルとか、スパーキーに対してウッドを使ったら、あなた、ってなるんですよね。はい、もうこれがね、爆刺さりです。まあそれこれいらんかもだけど、いっぱい溜まってたんで、記念に、はい、記念に使います。あれ多分ロケが入ってないでスケファイスが見えたんで、そうです、 2.3 型の、超高回転型のロケなしのマイティコカツ。はい、でまあこのデッキの強みはね、このスパーキーを後ろから出しまくる戦法っていうのもあるので、でこれ蓋が絶対来る、来なかった。これもういやっすよ、相手からしたら、いや両サイドってなってるんで、さあで組みながら組みながらね、ああいうとこにトルネードでね巻き込んで処理できたら熱いですけどね。さあ、まあでもウッドを使ったからって言ってもう一回ねゴブリンバレル飛ばすのもあり。いやー、稼げ稼げ稼げ。でまあ負け筋はマイティみたいなとこあるけど、よいしょ。いや耐えよう、相手がロケないので、カツ自体はまあもともときついかもだけど、ロケがないので、なんで、さあだってこれもうミラーバレルしたら終わりじゃないっていう、基本的にだって相手がまあミラーウッドがあるもん。あ、ミラーウッドだこれ、綺麗に。はい、さあ耐えてこ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 、いやしっかり前なのがね分かってんな。これスパッキー出さんとさてはやばいかな、こっからなんかダメージ稼げない気が不思議だな。よいしょ。じゃあ先に引っ張っちゃおう。いや、マイティ強すぎ？もしかして。マイティ君。いや、これでもダメージ相手入んねえから、同じなんすよ。ガチ、ウッド削りっしょ、相手。ガチ耐え、ガチ耐え、ガチ耐え。マジで本気で耐えます。おい、いたいたいた、1個抜いて、いやーこれトルネードの強みからの形を組んで、熱い熱い熱い。さあゴブリンバレルからのもう一回ゴブリンバレル、なんならなんかが止まらん、なんかが止まらんであろう、頼む。いやー待って、守られてる、なんで、ちょっと待って、あれあれさ、トルネ、トルネミラ、トルネミラやばい、一回耐える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 、
ちょ、1回耐えるね。71、はい、勝てるね。いや、マジできついよ。マジできついですけど、これ、全てを覆せるのが、トルネードなんですよ。マジ、トルネが壊れてて、なんだろうな、まあ、見るのが多分、もう見せるのが早いと思うんだけど、これ、今回、相手のプロが、まあ、ホグだったんで、まあ、例えば、アイゴレマスケとかで、スパーキーのね、アイゴレに打たして、マスケが延命とか来ても、全部、トルネでまとめちゃうんですよね。そしたら、相手の後衛とかも全部しろみたいな。なんかマルチ上位のうまいスパーキープレイとかもなんかトルネがヤクザなんですよ、いい意味でね。トルネがうますぎてなんかもうユニット3体ぐらい全部ね やられちゃうみたいな。やっぱスパーキー打たれるの嫌だからね、他の盾出して延命しようとするんですけど、からのトルネがうますぎて、うわ結局延命できんやみたいな。無理やりトルネを覚えるだけでマジでスパーキーはね強くなります。はい、スパーキーかけるトルネの相性が良すぎてやばいですね。さあ 2.6 コグ登場。こういうのも全部トルネでね、相手のマスケットを縛いていきたい。まあどうだろうな、これここのサイクルだったらまあもう一回、あれアイスピーうまもう一回ケツからスパーキーとか出してもいいかなと思ったんですけど、まあいいか。さあ一回無理せず、まあこのデッキは2倍タイム、3倍タイムが強烈なんでね。それまでは、まあ無理せずやっとくか。まあ次のゴブリンバレルはさすがに5防衛だと思われ。うん。さあまあホグに対してスパーキー出して、逆サイもまたスパーキー出して、まあ巨助出して巨助出してみたいなしとけば、なんとかなると思うな。ホグ来たからす、まあ今は大変な時間ですね。2倍タイムこっからよ、ハクションさん行くぜ。まあ一旦スパギ出すか。はい、逆スパもあったら熱いんですからね。相手も両サイ攻めれないっていう、うん、暇なんでね。あれも全部トルネがあったらな、もうトルネでキュイーンってできるんですよ。あんなトルネでしなくても巻き込まれそうな。一旦乗せてね。さあホグが飛んでくる。いやー受けがうまいね。あれお互いやってんなこれ。スパーキーがラッキー一発入ってますけど、一回のスパーキーミラーしたいですね。はい、スパーキーミラーで両サイ展開すると相手っても両サイドね攻めれないんですよ。いやーいいホグだけど、キョスケがまたキョスケがさっきからそこそこに入ってる。OKOKOK。 さあ、あとねホグ使いはねスパーキーをねファイボで処理してくるんですけど、これ両サイド攻めがうざいのうざいの。こういうのちょっとね引っ張ってあげたい早めに。でも延命ねできないよ。いやいいスパーキーが強いからのウッドが来るが、いやこれ逆だったかな。お爆破で、いやめっちゃいい防衛されてるけど、おいたまたま守った残りのスケブによって相手の手は折れましたね。はい、ということでこのウッド2つっていうのもね結構刺さりますね。あでもスケキンのスキルでタワーを折ることもあれば、まあ、今みたいに強スケがぶっ刺さることもあればスパーキーを刺さることもあれば幅広いですからね。そう、相手のアイコンバナーあれ可愛いっすよね。ちょっと集めたいんですよね。なんかシーズン限定っぽいんですよね。多分そのシーズンを逃しちゃうとそのバナーってもう手に入んない説があって、そう、前回のバナーかな、多分もう手に入んないんですよね。わかんない、今後ショップで売られるのかもしれないんですけど、今んとこどうやって手に入れんのみたいな。前のね、そうミニペッカとかプリンスとかメガナイトとかっていう感じだったので、今のねバナーも集めたい。あーさあこれ出た、俺がよく言ってる垂れ流しデッキ。
後ろからやらめか後ろから垂れ流すだけのデッキだ。いやでもこれね、相手スパーキー受けがちょっときつい。え、強すぎる。400やで。あった。さあこれ相手キョスケミラーのロイフグですね。まあキョスケロイフグか。まあそこに対してのこのスパーキーが偉大か。さては、まあ、やだめがあるもののバレルミラーとか相手きついっしょ。さあもうスパーキー出して逆来てもスケブかスケキンで守れるでしょこれ。やだめない。あ、ハンターが入ってる。これは勝ちが見えてきましたね。なんだこのスケブでさえ、いや、生かしたいっていうの。これちょっとお？えぐくね？スパーキーの範囲。あ、しかも、やばい。相手、で、ヤナメ使っちゃったらこれ。やばいんちゃう？大丈夫か？マサル君間に合わない。わ、やばい！お、今、待って、今これさ、4コストのヤナメ使ってんすよ。これで2コスとかで、3コスで。間に合わないよ。えぐ。いや、マジでこれ、一回、まあ、事故ってもそうだし、事故らなくても強い。そう。まあ、スパーキーの受けとかミスりやすいからね。ミス、相手がミスったらそれでマジラッキーでしょ。で、ミスらなくても、トルネでね、無理やり巻き込んで、強制的に事故を起こさせることができる。よいしょ。キュイーン！さあ、引っ張って、まあ、あとは自分から動かなくてもいいかもね。そう、これ待ってばいい。相手ホグで。あー、ファルチか。ファルチホグはちょっと嫌な香りがする。基本的にトルネ、ロケ、ウッド。あー、全然違う。キョスケホグに、ん？ホグファルチにキョスケが入ってきたのか。まあ、なんでもキョスケ環境。さあ、アスパキ、そっち行く？絶対左来そうな。あー、まあこれはどうせ大砲と小物で処理されるんで、盾つけなくてもいいか。あ、これあれか。キョスケホグのさ、いや、これロケあるか。キタシちゃんが使ってたやつロケあった。いや、ロケねえの。いや、わかんねえな、これ。まだ今んとこなさそう。これバレるんじゃね？今ウッド使ったよね。さあ、この受けがちょっと大変。ああ、いい受けだ。さあ、めちゃくちゃいい受けをされ、なんならこのキョスケが、祈るか。危ねえ。あのミリでもたまに届こうとするからね。ミラーのね、キョスケとかだった。危ねえ。さあ、まあ、ロケットがなさそうなんで、それはすごいありがたい。いや、まあ大砲きついかも。さあ、まあまあ本命はね、やっぱキョスケスパーキーハンターとか、このキョスケスパーキー、まあ、スケキンバレルっていうこの形作ることがメインなんで、それまではね。来た、これが強い。2倍タイム入ってからのファイボだ。このスパスパ、しかもこれ両サイいけるのが強い。これまた片サイだけだとねみたいな。さあからのウッド使った、トルネも使った。ここでもう一回ゴブリンバレルがあればみたいな。ねえな、所詮それ贅沢やな。いや、これが強いんだよね。で、ここでコスト使わせられるから。さてはやばい。いやー、スケブ読みでなんか来るんじゃない？これ、届いてますか？あー、届いてた！最悪だ。いや、キョスケのキョスケ受けが強えな、マジこれ。うわー、ちょっと待てよ、これ。怪しくなってきたな。怪しくなってきたけど、一回スパーキーミラーでね、お茶を濁して、お茶濁したいの、はい。許容。大砲だな、マジ。なんか上手い人たちがいる。このセパ。
お、これ俺のトルネの位置が良ければさ、今タワーと巻き込めてたよね多分。あーもったいねー、ちょっとトルネの付け方がまだ甘い。うん、さあこれ京介左行ってほしいな。闇行きそうか。おお、ファルチェに釣られた。いやー、ウッドくるとやばいけど。ウッド使う。いや、なんかマジすげえカオスな試合してんな。出た、相手のファイブ削り。マジスパーキーが欲しいな、これ。スパーキーね、これやべえよな。やばい、これね絶対勝ち筋があるんですよ。これやめて、やめて。いやマジでワンチャンつかむんですよ。これでファルチを処理して、いやマジだるマジだるからの防衛ファイブだけやめて。マジで、お、ゴブリン、あ、全然やった。300もいっとったのか。いやー、今の最後の最後の最後のあのトルネオ、あれを毎回やるんですよ。あの毎回施設巻き込んだりとかユニット巻き込んだりするのがプロのね、このキョスケスパーキー使いだし、はい、いやーちょっともったいないか。今のは多分勝てる相手だったと思いますね。ロケだったらさすがに考えれたけど、ファイボーだったんでね、もったいないですね。キョスケとファルチも巻き込んでね処理できるんで、なかなかよ。さあ、まあタルーババディガーは、ボムバル、ファルチバルーンだったらザップなんでね。ボムバルか、いやボムバルっぽいよね、どう見ても。まあこれハンターいねえな今。ハンターいねえわ。もうトルネがあるわ。よいしょ。さあ、まあこれはちょっと痛いけど、まあ良しとしますか。さあ対空言うてハンターとトルネードがあるので、まあ、相手があれ、だからラッキーで入んな。まあ、これハンターミラーがね、ソロ相手にはすごい大事になってくるかな。よいしょ。まあ相手がラバとかバルーンとかだったらね、ハンターからのハンターとかゴリ強そう。よし、いやマジスパーキー取るね、決まればばっか気持ちいいからね。まあ、なかなかそれがね簡単なことではないんだけど、決まれば気持ちいい。どうせスケとかでね、エメシャインにしようと。全然。まあ無理せず、スパーキーからの、ハンターが理想かな。このまま行かない。リガー来たから、出します、うん。いや、めっちゃ流れいいよ。しかも相手スパーキーの受けて、まあ、あ、待って。そんなタイミングで来る。またハンター一発さ、ぶち込めばさ、耐えれるよね、多分。うん、よかった。いや、まあ、ボムが強えな、うん。スケルトンも巻き込んで。いや、めっちゃいい、このトルネ。大手が受けとか結構困って、みたいな。俺のプランなんだけど。全然めちゃくちゃいい受けされてる。お、でも一発入ってく。トルネね。結局はトルネです。わあ、まあ一発なら受けようか。一発なら受けて、なぜならソウルコールは、ソウルコールじゃねえわ、ゴブリンバレルミラーは樽だと消えないからね。これあれ、いやハンター強っ。マジハンターやん、頑張って。
選手ね。まあハンターが頑張れるがちょっとやばいね。この次、この次やばい。この次は激ヤバで相手も来たいと思うので、ちょっと攻めてあげて、カード回して、よしよし耐えて。いやマジであのサイクルやばい。このスパーキー出しても意味ねえなこれ。いや意味ねえことはねえか。いやしかもこれちなみに一発受けても耐えられるんで、よし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 、流れを変えよう。ハンター逆来たら取るね取るね取るねみたいな。相手のマスクちょっと厄介なんで、ここ抜いてあげて。いやマジでこれあるぞ、めっちゃ流れがいいぞ。多分いっぱいいるぞ。だってタル使ったぞ。いやあのマスキーをね、あ発射。はい、まあスパーキーあるあるですよね。まあどこかが刺さる。はい、ということでもう今日虚数系枯渇、もう枯渇なのかスパーキーなのかもね、何のデッキなのかも分かんないですけども、まあ、このトルネードを生かしたね、はい、京介スパーキーの、それ皆さんもぜひやってみてください。ヤクルマちゃんの声がお願いします。では、大塚ちゃんの人、またね。